トルリーグ S シーズン2第4試合はスーパーチャンスカード松葉優 VS 離婚のマダム久保田咲。あえて自分をチャンスカードと呼ぶ松葉に対し、久保田咲はどんな立ち回りを披露するのか。うわ広いな。どうやって探そうかな。シュラシュラシュラ。38番入場の松葉は早速迷ってしまった様子。マジでない。あれか、あったあった。あ、誰もいない。誰もいないってことは端から行きますか。松葉優狙っていた北斗修羅を無事確保。そして41番入場の久保田咲は、これ見えないやつだなってなってくると、ちょっと話が変わってくるんですよ。あ、見れる見れる見れるんなら、ちょっとセイントセイヤ海王覚醒の島に向かった久保田は入念に前日のやめゲーム数をチェック。よし、じゃあ496の方にしましょうかね。496のサンスルーだからこっちにしましょう。はい、でちょっとこれを取っての他の台もちょっと見ときますね。何これこんなパターン初めてだな。どうすればいいんだろう。ちょっと朝一一応設定変更した時のモード移行率結構大きな設定差あるんで、それだけちょっと見ます。バックしたな。特に合格っぽくはないですね。そして13ゲーム消化して合格挙動が得られなかった松間は、まだ回されていない台へ持ちコイン移動する様子。逆の角行ってみようかな。4台中3台をチェックするが合格挙動は得られず、結局最初に座った1022番台に戻る様子。はい、じゃあ、北斗修羅4台あって3台朝一戻みたいんですけど、まあ合格っぽい台なかったんで、まあ、とりあえず一番目立つ位置にある角台から、まあダメそうだったら本当にすぐやめるかもしれないですけど、とりあえずこの台から打っていきます。対する久保田咲はコスモチャージ、何も引いてなくてコスモチャージなのでリセットかかってる可能性高いですね。このコスモチャージで230ポイント獲得した久保田。さらに発展きた。またコスモチャージか。コスモチャージの合格いってますって。でそれと被るんでちょっと前兆確認できなかったんですけど、一応隣の台とかの挙動を見た感じだと右2台は前兆ゲーム数からおそらく据え置きで、この台はちょっとまだわからないんですけど、まあ、これだけ変更だったら変更だったで熱いですし、逆に据え置きだったとしたら500ゲーム回したところでジェネラルバトル当たりますので、とりあえず1回当たるまでは打ってみようかなと思います。一方229ゲームで中段チェリーを引いた松間は、お、大オーラ、これは広角以上には白だから、まあ濃厚かな、確か広角以上濃厚ってなったらちょっと期待しちゃうんですけどね。広角以降にそんな期待できるケーキじゃないってことは前兆
てないかな。演出的にはだいぶ弱いですけど今のところ。ああ赤だ、これ当たってるな、当たってます。外れるわけがない。もう全然覚えてないな、演出。嘘、嘘でしょ。まだあんのかな。やばい、あ、ダメだ今日。一番熱い演出なのに。なんでこんな目に遭うんですか、僕はいつも。んなの誰が見ても当たると思うじゃないですか。あー、びっくりした。当たってた、今、もう諦めて見てなかったですけど、最終ゲームだったから。なにこれ。この揺さぶってくる感じの。あー、マジびっくりした、もう。なんで松間優、何はともあれ投資4000円で ART 投資演武ゲット。これは裏シャチが一番好きなんで裏シャチいきます。いやーマジで、ダメだ。あーよかった、とりあえず1個は取れた。でこのコインみたいなの1個につき最低1個なんで、ここで告知されて、まあ大体1個ですね。なんで、最初の2つ合わせて3つ。でこれライブ的に勝ってる時、右か左この十字キーのどっちか正解あって、当たると告知音出るんですよ。でまあ出たらまあもちろん確定なんですけど、ダメだな、押し順リプレイが一番ダメなんで。ちょっとよろしくないですね。まあただこの ART 後のサンプルがとりあえず1回目取れるんで、これでな。あーリプレイやめて、合格とか確認できたらもう。最初の投信演武は単発終了とついてない松間、しかしその後おお当たってた、今日チャンスが当たってましたね。やった、合格いなかったと思うけど。59ゲーム、松間優59ゲーム持ちコインで再び投信演武ゲット。ダメだ、違うな。残念ながら今回も単発で終了と不甲斐ない結果に終わる。一方、打ち始めてから350ゲームが経過した久保田はコスモチャージに突入した様子。あ、ここで気持ちいい。ここで複数の抽選ケーキをものにした久保田はその後12球ステージへ移行。何か当たっているのか。コスモポイント1000ポイントと、さっき引いた強チェリーの前兆なので、まあ、この前兆がゲーム数のところで出るとその変更の判別に使えたりするんですけど、この台はとりあえず今のところそれが分かるところでは出ていないので、これで当たっちゃうとどっちか分かんなくなっちゃうかなといったところですが、
途中でチャンス目を引いたものの結局何も当たらなかった久保田。また私天井行くのかな。なんか初戦もリセット台打って天井行って単発だったんですよ。でちょっと最初からかなりの負債を負ってしまったんですけど、今回もちょっと今日はちょっと据え置きであって欲しかったかもしれない、まあ、仮にこれだけリセットだから高設定かもしれないとか言って終える勇気はないので、私聖夜の高設定狙い怖いので、困ったな。まあ、ただリセットかかってるとすれば、あの朝一の GB のレベルが優先される可能性ありますし、高設定ほどいいレベルが選ばれやすいので、まあ、そこに期待しつつ1回目の GB で ART つかめるように頑張りたいと思います。はい、こちらは追加投資に突入した松間。ソロストラーだよ。もうあのこの台天井深いんで、おお、また気をつけた。これでレベル4なんで熱い。これは仕留めよう。もう弱点は本当にほぼ意味ないんで追加でもいいよ。よし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 、延命した延命したし、まあ弱追加降格だったら全然期待できるんで。ああ熱っ。これ強制かな、多分2回目の。珍しいの出た。あのこれ外れたらもう許さないですよ。あんなのほぼ出ないんで、さすがに、419ゲーム投資、追加投資が9000なんで総投資14000。まあまあまあまだ全然いける。松葉優投資9000円、419ゲームで投資円分ゲット。今度こそ初戦を突破することができるのか。もう頼むよマジで。うっそ、なんで、やばいっすね。何連敗だこれで。13連敗、一回も勝ってない。その頃の久保田咲は、お相撲コペロ、はい、天井です。2000連続朝一天井です。まあでもいろいろ周りの挙動とかも見れたんでいいということにします。995ゲーム天井で初当たりです。恐れていた天井到達が現実となってしまった久保田。投資2万2000円でゼネラルバトルに突入。お、継続します。とりあえず一戦は継続。はい、さっきの強チェリーですね。さあ誰だ。いきます。
シンフォニー、セイレーン、ソレント。相手はソレントだったものの、継続ストックのおかげで2ラウンド目に駒を進めた久保田。果たしてここを突破することができるのか。勝てる勝てる。よし。またキス。せいやから。よしよしよし、勝てるかも。ペガサスは出てこないけど、やめて。頑張れ。プッシュ。久保田咲、残念ながらセイントラッシュを射止められず。これでまあ降格じゃなかったら、まあ挙動としては別に全然追う価値ないと思うんですけど、ちょっと13連敗はやめたくないですね。まあ、10連敗ですよね。10連敗以降で権力っていう、まあ勝ちやすくなる演出発生しやすくなるのと、15連敗以降だともっと上がって、20連敗以降だと必ず出るんで、だからやめるためにも、まあもちろん出玉のためにも絶対カットきたかったんですけど、だから本当あれなんですよ、立ち回りとか下手っていうのはまあもちろんなんですけど、もうそれ以外も本当ダメなんですよ。運が悪すぎる。それは勝てるわけないですよね、立ち回り下手で運悪かったら。早くも自己分析の時間に入った松間は、その後中段チェリーを引いて海洋ステージへ行こう。当たっているのか。おお、当たってますよね。あれ確かスイカ対応ですもん。当たってる、よかった。なんとか持ち込んでつながった。173ゲームこれ何回目だろう、当たり4回目。おー、緑だ。松間優持ちコインで投信演武ゲット。まあ緑なで2ぐらいには期待できるのかな。 AT レベルには期待できそうだが、肝心なのは初戦を突破することができるかどうか。今回はどうだ。あー、よかった。おお、マジ11個。11個、多分最大かな、振り分け。助かる。今確かにデカプッシュでなんかちょっとおかしいと思ったんですけど、やった。もう14個ですから、これ勝てなかったらもう奇跡なんで、大丈夫。14個あれば、まあなるべくちょっと使わずに勝ちたいですけど。15連敗。これですね。これ出ると次のゲームだいぶ勝ちやすくなるんで。いやー、なんでこんな勝てないの。あー、よかった、勝てた。何個使ったかな、4つ使ったんで17連敗でストップしましたね。
ようやく初戦を突破した松間はその後4セット目まで駒を進めて、あれ確定じゃなかった、確定かと思ってた、やばい、じゃあやばい、もうあと2個しかない、そっか、レア役以外だったら確定とかだ、レア役以外ですね、これあれ違うのかな、あ、全然違いました、全然違いましたし、もうことごとく予想が覆った松間、ダメだ、今回も降格意向が確認できなかったので諦める様子、移動、そして本日5台目は朝一に挙動をチェックした1024番台、はい、じゃあまあ朝一あの谷歩いてモード見た台で、まあ、広角確認できなかったんですけど、まあ、まだそこからあの回されてないんで、とりあえずちょっとだけ様子見ます。こちらは追加投資に突入した久保田咲希、間違って当たってくれないかな、やめよう、追加投資しつつ粘ってはみたものの254ゲームで諦める、ちょっとこっちのゲーム数見た感じ、こっちはもう朝一回してるんですけど、ゲーム数見た感じリセットかかってるっぽいのでちょっと回してみようと思います、はい、とこのタイミングで松間が偵察に、なんか見てるなんすか、どうですか、え、また朝一天井行ったんです、え、マジですか当たってるでしょ、私2回くらい、いや でも負けてますよ、普通に負けてます本当かな、結構もうじゃあ使ってます、さあねよし勝てるかもなんかすごい据え置きな気がしてきたんですけど、据え置きじゃないですか、据え置きですねもう嫌だやめまーす、液晶のゲーム数とデータ機器のゲーム数の違いから設定据え置きと踏んだ久保田は前兆を消化したところで諦める、困り申した、早くも手詰まり状態の久保田、そんな久保田が向かったのはゴスルーして AT 5速やめしてる台です、まあバジリスク絆強そうですし、ちょっとだけこれもちょっとだけちょっと打ってみようと思います、はい、これも天井行くとかは本当にやめてほしいですよねなんかまだ全然天井までまだあと300もありますけど、なんかもう全然当たんないなんかちょっとぐらいすぐ当たってくれてもよくないですかねやばいな、こちらは持ってきたコインが飲まれそうな松間優、いやどうしようかな、これ追加投資してまで追う価値があるのか、普通に考えたらないですよね、お
着水かチャンスリプレイ中継当たれ。よしよしよし、まあ、中継ですね、おそらく あ、また緑だ。松間優が追加投手を最小限に抑え投手援護をゲットしたところで前半戦終了。はい、ちょうど、やり手当たったところで前半終了ということで、まあ最初ポンポン割と当たってたんですけど、まあ、真剣勝負下手すぎるのと、まあボーナスとかも一回も引けてなくて、まあ、結局その良さそうな台にはたどり着けてないんですけど、あの久保田さんがなかなかきつそうな状況ですし、僕もまあ言っても投資1万5000円で全然まだ取り返せる額なんで、あの今回こそ勝てるように後半も頑張りたいと思います。はい、ということでこれにて前半戦終了です。早くも4枚目が入ってますがまあ後半でまくりたいですけどね、ちょっと初戦は後半でまくれたので同じ展開になることを期待しつつ頑張りたいと思います。で、松間さんがホックとシュラ打っててなんか負けてますよとか言ってたんですけど、多分当たってたし今日勝てるなって言ってたんで手応えはあるんだと思うんですよ。だからちょっと後半どうにかしてまく売りたいので、まあ、まずはこの台2試合当てて AT 入れてっていうところから後半は始めたいと思います。頑張ります。今回撮影に協力していただいたメガガイア東大宮店はパチンコ675台、スロット629台のラインナップ、大型駐車場完備の当店は最新設備、充実したサービス、バラエティ豊かな機種構成でお客様に愛されるお店作りを目指しております。近隣の方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。ということで後半戦、まずは真剣勝負に突入した松間から。出ました、どうせどうやって勝つのかな。これまたしても単発と意気消沈の松間だが、しかしあ、いきなり1ゲーム目でお、マジでこれもう当たんなかったら降格いなかったこと確定するんで、あ、ボーナスいた。3ゲームやっと引きましたけど、よしよし、あ、これ多分降格、あの弱水化引いたんでそれで上がった可能性もありますけど、降格中のボーナスだったらターボ行くんで。そしてボーナス後、めでたく投信演武に突入して、7個っすよ。さすがに勝たないと、これは。ハンだともうリプレイの順でほぼダメなんで。お、ナビなし。あ、共通リプレイか。これ30何パーぐらいあったと思うんですけど。いや、こんなのもう頼むよ。よしよしよし、なんとか松間優、なんとか初戦突破に成功。3つ使いましたね。マジで
頑張って。ダメだ。やばいやばいやばい。ちょっと嫌いになるこの台のこと。まあでもとりあえず一発目の RT 終わった後に、まあ降格いってた、まあ、可能性 ある挙動確認できたんで、あ、もうちょっとは打ってもいいのかな。こちらは天井まで残り100ゲームを切った久保田咲希。濃厚ですかね。標高まで上がってて謎なのか。はい、当たりました。はい、異色なので兆候ですね。はい、白頑張ります。もうちょっと、いくら2000枚ぐらい出せばいいんですかね。頑張ります。久保田咲希、バジリスクタイムでここまでの負債を取り戻すことができるのか。早もう、あまりの不甲斐なさからフラストレーションがたまる久保田。とりあえずそのまま打ち続けてみると、やったー、また赤だ。はい、青57。三日月もうまた時峠。その頃の松間はノーマーれましたね、このタイミングで。とりあえずちょっと、まあ当たんないでしょうけど、強水下では何も起こらなかった松間はその後中段チェリーをゲットして、発展した。これ要はあのジャーギーバトルなんで、と一緒のた、あのなんていうんですか、扱いというか、まあ熱い演出なんで、まあこれここで当たんなくて、あ、当たりましたね、よかった。久しぶりですね、当たり。松間優、追加投資5000円で投資円分ゲット。大丈夫大丈夫。いける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 。無理でした。プラス要素はあったものの結局出玉がついてこないので諦める。そしていよいよあの機種を解禁する様子。
最悪でも800のところで当てる、もう当てるしかない。一応100枚ぐらいあるんで。一方、追加投資に突入した久保田は、追加投資6000円で赤い色 BC をゲットするが、ここでは何も起こらず。さらにその後、はい、また赤。44ゲームで再び赤い色 BC をゲットするが、追加投資は実らず。 BC を3回スルーしたところで諦める。そして次に流れ着いたのは、はい、というわけで番長3に今度は移動してきました。なんか私初戦もこんな感じでいろんな台を移動したんですけど、まあ、それが吉と出るようにしたいなと思うんですけど、まあ、一応この台は初当たりだと2回くらい当たってんのかな。でどっちも単発じゃないんですよね。なんでまあまだ分からないといったところでちょっと打ってみようかなと思います。もちろんその単発じゃないのがその打った人の引きが強いだけっていう可能性も全然ありますけど、まあ、単発で終わってる台は私あまり好まないのでなのでちょっとそうですね、この台カンパしつつ打っていこうと思います。こちらはいよいよアナザーゴッドハーデスに手を出した松間優。順調にはまって800ゲームのゾーンに到達した様子。頼むよ。よしよし。無事ヘルゾーンを射止めた松間。ここで男になれるのか。ちょっと震えてますもんね。絶対外せないねこれ。よしよし、継続確定。うわー、熱い。大丈夫大丈夫。よしよし。松間優、投資6000円でゴッドゲームに突入。まあ1500枚出します。1500枚出してやめます。期待のゴッドゲームは70ゲームで終了と出玉を伸ばせず。がしかし、これは高設定っぽいな。一回ハマってますけど、こんだけ当たってたらさすがに悪くないと思うんで。今度はゴッドゲーム初当たりが優秀な944番台へ移動した松間。この大移動で流れは変わるのか。お、7止まってるけど、初めて見たこのパターン。揃ったりしないかな。あーでも当たったかも。よしよし大丈夫。よし、やっぱいいですね。いい台だ。よしよしよし、100ゲーム。いろいろと頑張った松間。ゴッドゲームを180ゲーム継続させて終了。こちらは特訓に突入した久保田咲。
ます。まあ、ガチ角だったのかな。しかもベル引いた。イエーイ、はぁ、よかった。はい、総投資4万4千円です。はい、久保田咲追加投資2000円で ART 頂きジャーニーに突入。ここから奇跡の逆転はあるのか。初期ストック獲得しててくれればいいんですけどね。さあどうや。もう今日ダメだ。結局この台では何もできなかった久保田。出玉が飲まれたところで諦める。そして本日5台目もオス番長3を選択した様子。はい、それでは番長32台目でございます。でこの1412まで打った人をちょっと見てないので分かんないんですけど、まあ何かしら理由があって打っておふかくまでハマっちゃって結果単発で終わって心が折れたとかだったら、まだ可能性はあるなっていう感じの座ってみたっていう感じなので、まあさっきの台と同じ、さっきの番長3、1台目に打った番長3と同じでそんなに理由がしっかりしてるわけではないので、まあこれ割れるまでは一旦打ってみてって感じですかね。まずはそこ。あ、今日当たり自体は引けてるんですよ、いつもに比べると。ただ そのチャンスことごとく潰してるんで、まあちょっと増えて飲まれて追加投資して、まあ、じわじわ負けてって、だからまあ自分のせいですよね。自分のせいというか引きが悪すぎる。まあ主に北斗修羅のことですけど、ハーデス様、まあ半ばやけくそで打ってるんで。そんな松間は予想通り追加投資に突入してしまうが、おお、マジで何が降臨したんだろう。よし、たかな。347ゲーム追加2000円なんで総投資が、28000、1400枚なんで普通に頑張れば多分勝てます。まあ、全部犬とか出てきたらもうやばいですけど。松間優、このゴッド揃いに全てをかける。やばい、嬉しい、どうしよう。こちらは松間の状況を知ってか知らずか、ね、相変わらずマイペースな久保田咲。てて基本的に、32とか超えると通常 A の可能性が高くなるって言われてると思うんですけど、多分これは59じゃなくて60だと思うの で60が選ばれる確率ってチャンスとか通常 B の方が多いんですよ。通常 A だとほぼ60いかないっていう感じなんだけど、59だったのか。もう結局このチャンスを逃してしまう久保田だったが、その後、対決発展に期待できる商店街ステージへ行こう。フェイクとかだけ本当にやめてください。果たして対決発展はあるのか。もうやだそんな久保田はその後も攻め続けてみるが、はい、というわけでですね、いろんな台を探したんですけど、まあそもそも時間が足りないっていうのと、
これを打ち続けるともう天井行かなきゃいけなくなっちゃって間に合わないですし、勝負をかける、あ、勝負かけようか、なんか凱旋とかでこのメダルとここに1000円入ってるんでということで片手で持てるコインを持ってミリオンゴッドコーナーへ。すると聞いてるしゴッドもう私がやろうと思ったのに、もういや松葉さんあっちの角台でゴッド引いてたから私こっちの角台にしよう適当。一発勝負に出た久保田、果たして神は降臨してくれるのか。時間的にももう、ね、狙ってっても仕方がない時間なので一発勝負にかけてゴッドを引こうと思ってるんですけど、ちょっと先に松間さんに引かれてるのがすごい悔しいな。はい、ということで今日は朝からいろいろと私なりに頑張りはしたんですけど、どうしようもなかったです。本当ごめんなさい、お疲れ様でした。よし、とりあえず1個目これ相当大事なんで、犬じゃなければ、まあ犬なんですよ大体。大丈夫あ、超えた。これがなんと犬は犬でも超ケルベロスだった松葉、このチャンスをどこまで生かせるのか。よしよし、あ、中断切られた。うわー、ゴチ。超だったのかな。まあ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 っていうか全然いい。その後2つ目のジャッジメントに突入した松葉、今度は何が出てくるのか。あ、これあれです、多分超確定パターンだったと思います。今のさあ、こっからひりつく。すごい贅沢なことを言いますけど、もういいよ。松葉優超ケルベロスで370ゲームの上乗せに成功。勝ちましたね。そして加減を知らない松葉はさらにちょっと待ってよ待ってよ、何引いた。やばい、もう取り切れないマジで。今じゃないな、これあの次戦に持ち越せないですかね。もったいないマジで。これ時間あれば枚数ポイントも結構取れたのに。最後まで突っ走った松間優、ゴッドゲームを815ゲーム消化したところでタイムアップ。はい、実戦終了しまして、投資が2万8000円で回収が2400万円なんで、まあちょっと最後消化不良な感じになっちゃいましたけど、とりあえずまあ個人収支もプラスになりましたし、まあ2000万円ポイントも取れたんで、まあほっとしてます。まあちょっと詳しい結果の方はまたエンディングでまあ話しますというか、もうあのおしっこ漏れそうなんで、とりあえずお疲れ様でした。バトル終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、いい一日でしたねいや、ちょっとまずまずオープニング、オープニングでなんかありました。第一声なんて言ったか覚えてます？一番最初なんて言ったか覚えてます？なんて言いましたっけ？挨拶して、はいはい、チャンスカードですよって言ったんですよちょっと、もう言いましたっけ？続くより立ち悪い悪いじゃん。いや、まあでもあのその久保田さんの結果、まあ、きつそうだなっていうのは分かってるんですけど、まあ、詳しい結果知らないんで、とりあえず勝敗見ますか。じゃあ勝敗お願いします。
素晴らしい。4000枚差。素晴らしい。うわ、年の部頑張ったね。素晴らしいですね。年の部じゃないほうが頑張った。年の部じゃねえし。年の部じゃねえし。年の部。いやもう、本当そんな行かれてたんですね。私今日、はい、最大獲得枚数、はい、多分一番出したので131枚とかです。え、何があったんですか。何もなかったんですよ。何もなかったんですもう本当に何もなかった。朝一天井行きましたし、またじゃあ全然特に見せ場もなく、本当にちょっと使えるとかあるのかなっていうぐらい、マジで何もなかった。もう本当に何も起きなかった感じですね。本当に何もなかったですね。なるほど、まあ、僕はまあ、シュラ打って、はい、本当にもう真剣勝負がひどすぎて、あ、ちょっとイライラしてきちゃって。あ、設定的には良さそうだったんですか。まあ、2代目はちょっとまだ分かんない状況だったんですけど、あ、まあ、今日はもうちょっと無理だなと思って、もうゴッド解禁しようと思って。そう、なんかちょっと1個言ってもいいですか。私2900枚ぐらい使って、もうあと100枚ぐらい、もうきっちり3000枚使おうと思って、はいはい、じゃ最後ちょっとゴッドチャレンジしますって言って、はいはい、ゴッドコーナー行ったらもうゴッド引いてたて先にやってた。先にやってた。先手打たれてる。しょうがないですよね、それは。引いちゃったんで。そうですね、そうですね、しょうがないです。はい、じゃあ、今回の結果を踏まえたポイントお願いします。はい、あー、嬉しい。4ポイントも取れるんですね。すごいですね。これもう本当にありますよ、優勝。それは早くマジかお前早いですけど、もう狙える位置につけてる。まあまあそうですね、まあうん、そうですね。まあまあまだわかんないですけど、そう、いやなんかこんな気まずい空気に毎回させてたんだなって思うと相手何、私気まずい空気にさせてます。マジで申し訳ないですね。やっぱ頑張んなきゃなって思いました。ああ、なるほど、はい、そうですね。まあ次、はい、まだ残り3戦あるんで。そうですね、まあ、まあ久保さんも、まあ、2ポイントなんで別にそんなにまだ悲観する状況ではないと思うんですけど、うん、もう言われてないから言われてないから。いやいやいや、そうですよね。どうですか、抱負とか。抱負決めるな。まあでも松間さんが、まあ、今日はチャンスカードじゃなかったけど、はい、これから先またチャンスカードになってくれれば私にも全然チャンスはあるので、いつも通りこれからもお願いします。どうですかね、もうなんないですよ多分。もう今日気に変わったと思うんで。本当ですか、まあ、それで優勝してくれたら、まあ私のおかげということで違う。まあとりあえず、まあ、次誰になるんですかね。誰か分かんないですけど、はい、分かん、まこさんと山津さん、と山津さん、はい、まあ、俺一人だけみたいな。まあ今回正直引き勝負みたいな感じになったと思うんですけど、まあ次は多分ハイレベルな戦いが見れると思うので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。それではさよなら。バイバイ。寒い。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、すごいやつばっかり、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信、 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。